ジャスパー・フランシス・クロプシーはアメリカ合衆国の画家であるハドソン・リバーパールミニズムの画家の一人とされるニューヨーク市のスタテンアイランドのロスビルの農園の息子に生まれた幼い頃は体が弱く学校をしばしば休み独学で絵を学びノートや教科書の余白に建物や風景を描いていた建築家になる訓練を受け1843年に 事務所を開いた。ニューヨークのナショナルアカデミー・オブ・デザインの美術学校で、モーリーの指導で水彩画、人物画を学び、1844年に展覧会に出展した。翌年から風景画に展示、アカデミーの巡回員に選ばれた。1847年から1849年の間、ヨーロッパを旅し、イギリス、フランス、スイス、 イタリアを訪れて作品を描き、1851年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの正会員に選ばれた。ミシガン大学の学長のヘンリー・タッパンと友人になり、アナーバーに滞在し、1855年にはデトロイトの天文台や大学の風景を描いた。1856年に再びヨーロッパに渡り7年間ロンドンに滞在し、 ロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会や1862年のロンドン万国博覧会に出展した。アメリカに帰国後ニューヨークにスタジオを開き、アメリカの東北部の地域の風景画を描き、秋の風景を生き生きとした色彩で描くのを得意とした。1866年にアメリカ水彩画家協会を創立した10人の画家の一人となった。比較的無名のまま亡くなったが、 1960年代になってアメリカ人画家の再評価の機運の中で再評価された。ありがとうございます。